つでも一緒の可愛いモンキー。モンキーだ。秋之助の愛車はこのモンキー125黒、うん、めでたく乗り換えです。なぜこうなった分からん。質問をね、相談をね、あいつもの大和さんに行ったところ、はい、もっとでかいのありますよと、カスタムする費用で乗り換えれますよって。秋之助の新しい相棒のノーサリなので、じゃあ早速見に行きましょう。ホンダバイクです。エリミネーターのお試合のお祝いコメントの中、言ってたかって、みんなでモンキーファンからの嘆きの声も。そして秋之助はあれから体調を崩したこともあって元気がありません。そこへ、モンキーだ。はい、というわけでモンキー125 12分の1スケールの模型が届きました。なんと秋之助が乗っていた黒モンキーと同じ2022年版のパールシャイニングブラックです。よくあるタミヤさんの模型は自分で組み立てていくタイプなんですけども、こちらは完成状態での納車となります。お前こんなに小さくなっちまって。プラモデルを組み立てていくっていう楽しみはあると思うんですけども、ただただ好きなバイクをめでたい、眺めたいという方には向いているんじゃないでしょうか。すごいですね。小さいパーツもしっかり作り込まれてます。タイヤは回って、サスペンションも動きますね。え、あれ、あ、スタンドがある。スタンドがあるのでディスプレイ台に置かないと自立しないのかと思ってたんですけど、これは立ちますね。ハンドルも動く。おー、こちらは青島文化教材社スカイネットさんの商品で、いろんなラインナップがあります。昔のモンキー50は2023年10月発売予定。H2 カーボンは9月、 ZX25R はすでに発売されていますね。秋之助がモンキーと戯れていると、いつものバイク屋さんから電話がかかってきました。4R はどれでも手に入りますよ。